はいどうも、お茶と申します。じゃあ今日もランクマやっていきたいと思います。はい、ということで対戦点見つかりました。メーテラの方ですね。何位だ、うわタヒチさんじゃんマスター4位のタヒチさんですね。まあ有名な方なんで言わずもがなって感じですけど、なんかね SSS よりねマスターの方が人いますね。マッチングするわ。さあ頑張っていきましょう。もうメーテラといったらタキさんみたいなとこありますからね。あんまり有名人俺知らないんだけど、タキさんだけは本当に知ってて、おいしい。あー、ミスった。あー、ぶね。これはね、読んでました。見てからではないです、決して。僕そんな反応速度良くないです。どうしようかな。離せ！うわぁ！死んだかな？やってしまいました。いやー体力大幅リードしてたんだけどな、逆転されちゃいましたね。おいしい。駒投げいきましょうか。あー、バレてた。こう、いやー前ダッシュするとこにすかさず牽制置いてくるの、うまっ。読まれてんのかな。これは隠りましたね。美味しい。今のは遠視に仕込んでて、ゼファー打ってきたんですかさず打ったって形です。まあ見てからですけど、仕込みありなんでそんな難しくなかったと思います。お、投げは届った。いやーマジでちょっとパナしちゃいましょう。もう勝てないんで、パナさないと。おいしい。やっぱこのキャラ強いよ、パーシバル。さあ2本目も気を抜かずにね、勝ち切っていきたい。暴れつぶし。これはね、なんか変な蝶みたいなの置いたらさ、大体みんな上打ってくるから。あ、やべ、かくった。ゼファーのさ、後ろ下がって戻ってくるのクソ強いよね。あ、見えないっす、見えないっす。後ろ戻って、前に来られるのが一番きついかな。投げ、おいしい。ダウン取れた。いやマジでやばいやばい。なんでそんなさ反応できるん。やばいんだけど。あ、うまっ。かぐったかな。ダメだな、多分。だよね。あー、まあまだ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 、これ耐えしのげばワンチャンある。おお、マジそれやめて。危ない。ワンチャン諦めないぞ俺は。ここでパナス、よし。これね、多分ね、人を切れさせる昇竜拳だと思う。
あれ結構なんか人に切れられる昇竜拳打つのが得意で、結構俺パナス側の人間なんで。投げる、あー出なかった、はめろはめろ、あーうまい、おいしい。これは勝ちましたかね。よし、やっぱこのキャラ強いっすね、バーシュバル。ということで感想戦の方行きましょうか。はい、ということで見ていきましょうか。結構難しいんですけど、ターニングポイントというか、最終試合しか印象に残ってないかな。昇竜拳打ちまくって全部通ったっていうのがあれですからね。パナしまくりましたからね。これがね、長期戦だと、どれぐらいガードされてしまうかっていう。まだこれ、初試合なんで、パナしめちゃくちゃ当たってくれたけども、ほんと運が良かったって感じですね。ただまあやっぱり超出た時に勝利券打ってたのはあれかなっていう。よかったのかな多分。わかんないですけど。わかんねえな。まあ多分2試合目、これが一番ですかね。投げられて、結構ガードも固めれたのはでかかったですかね。あんまり崩れてなかったっていうのも、よかったですかね。まあ、でも結構痛いのもらってた時ありましたけどね。投げ。原人狩りっつって。あ、これ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 。ここ。こういうのが結構、刺さったかなって。原人狩りとかされてた。されて大ダメージ受けた時とか結構ありましたけど。なんか、結構ガードできてたとか言ってたけど、そうでもないかもな。結構崩れてましたね。結構これ、マハとガードさせれまくってたのが、今回でかかったですね。しっかり片目で波動拳散らせてたんで、で、なんだろう、マハトだけじゃなくて、王者の更新からいろんな派生を出すことによって、暴れにくくできてたっていうのも、でかかったですかね。ノーキャンとかも通りましたからね。これもったいなかったっすね。ただまああれ完全に反応するの結構むずいんで。これね、これ、今の原人狩り。前に歩いて後ろに下がることによって、投げかなって匂わせて、実は投げじゃないよ、みたいな。投げしけだよっていうのが原人狩り。で、この昇竜拳はね、本当に誰相手でも通りやすいですね。なので、パナシ推奨です。あんまり良くないですけどね。本当に。本当は良くないですけど、まあ、ランクマとかの2先だったら、めちゃくちゃ通りやすいんで。で、これもね、しっかりマハトガードさせれてたしね。でかかったっすね。で、ここはね、本当は持続マハト行こうかなって。まあ、持続マハトになってないか。マハト置き攻め行こうかなって思ったんですけど、ミスりました。あー、これですね。美味しかった、これ。しっかり、最大コンボ取れたのもでかかったっすね。ちょっとね、妥協しようか、悩んだんですよ。でも、とっさのところで、あ、これ殺しきれるって判断できて、しっかり EX 波動から、最大ダメージ取れましたね。でもここ多分ね、個人的に一番自分を褒めるポイントかな。うん。しっかりカウンター確認から最大コンボ取るっていうことですね。やっぱね、最大コンボ、最大火力のコンボ取れると、その分ダメージ取れて、その読み合いが減らせるんですよ。なので、コンボ火力っていうのは本当に大事です。はい。ということで、今日の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。